を聞いてもらおうかなと思います。それでは聞いてください。シューティングスター。
シューティングスターというオリジナル曲を聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。SE に流していただいた曲ライトオブ、ライトオブという曲があるんですけど、私たちバンド活動もしてまして、その、はい、オリジナル曲のライトオブという曲です。でバンドのライブもとてもノリが良くて楽しいので、はい、皆さん気になる方はぜひぜひチェックして遊びに来てもらえたらなと思います、はい、お願いします。ライブの、ありがとうございます。ライブの予定は主にツイッターに載せてるので、中峰彩菜と中峰ゆりなで、ひらがなでも出るかな、ひらがなでも、普通に検索したら多分出ると思うので、ツイッターは多分漢字じゃないと出ないので、ツイッターじゃなくて普通に検索したらひらがなでも出ると思うので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。ライブ告知、はい、ライブ告知なんですけど、12月19日に梅田トラットというところで、ライブします。それと、1月5日南堀江ネイブというところでもやらせていただきます。はい、それもウェイキャッツの弾き語りライブなので、はい、バンドじゃない、バンドじゃないじゃないわ、バンド、一応バンドで弾き語り形態ということでやるんですけど、ぜひ、気になる方は今日チケット持ってきてるんで、ぜひ声かけてください。お願いします。声かけてください。お願いします。一般のところに来てください。はい、はい、では最後のになるんですけども、なにやねん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ普通に言っちゃった。ありがとうございます。はい、寒いですよね。寒いですね。めっちゃ寒い。ちょっと手がね、手が動かしたから、最近